ピアノ商品とは、ピアノのための小規模な音楽作品のこと。ピアノ商品を集めた楽譜やレコード、CD などは便宜的に、ピアノ商品集と題される。ピアノ商品とは、ピアノソナタ、変奏曲、鍵盤楽器のための前奏曲と冬がのどれにも、なり得ないジャンルとして始まった。その商品に適した曲名として、バガテルあるいは、 バガテレンという曲種が誕生した、ベートーベンがこのジャンルで有名である。その後、シューベルトの裁判年の3つの商品も、バルター・ギーゼ・キングによって世界初録音がなされてから多くのピアニストによって再評価されている。古典派番記に作曲家は、ソナタとしての性格の弱い楽曲をクラービシュ・トゥーカと称して、 バガテルという言葉をピアノに適用することは19世紀後半以降体調した。19世紀以降ピアノ・ソナタの作曲量産には歯止めがかかり、リストとタールベルクは一作、ショッパンやシューマンも数作しか作曲しなかった。その流れの中、やはり3曲しかソナタを完成させなかったブラームスがオーパス116から119のピアノ商品集を作曲。 この商品集に至っては、ブラームス本人は、ただまとめただけという評価だった。実際、出版社に、題名の付け方についてのブラームスからの問い合わせがある。しかし、このクラービシュトゥーカという曲に題名が付いておらず、数字だけ付いているジャンルがシェーンベルクによって、拡張された。第二次世界大戦後、カール・ハインツ・シュトックハウゼンは、クラービア・クックを番号付きのものは19曲。 作曲した。本人は番号付き21曲セットの作曲を望んだが、果たせなかった。20世紀後半から21世紀初頭にかけても、ボルフガングリーム、シュテフェン、シュライエルマッハー、アート・オリファー、ジモン、パウル・ハインズ・ディートリヒ、バベッテ・コブレンツはクラービシュ・トゥーカーあるいはクラービア・クックを作曲しており、現在でもクラービア・クックと名打つ作曲家はいなくなっていない。 ありがとうございます。